えー、お疲れ様でございます。今日は9月4日朝6時ですね。相場解説移っていこうと思います。ご覧いただいてるのが1時間足なんですけども、どうですかね。下落の方向に舵を切ってるように見えますね。移動平均線の下にローソク足がある形で、昨日は移動平均線の上にローソク足が乗っていましたんで上昇だったわけですけども、今日はぐるっとですね、147円にタッチしてからというものを、 下落の方向に変わっていいたかなというとうころですでしかもね、これちょっとねじれてる状態があります。えっと、1日足これから見ていくんですけども、デイリーは下落なんですよ。で、4時間はまだ上昇なんですよ。で、1時間をご覧のように下落なんですよ。ちょっとねじれてる状態でしょ。で、4時間がこれからどんどん下落に向かっていくところを今日は見ることができると思いますけども、全時間が下落に向かったらね、さらに勢いをつけて、 セルの方で取っていけるんじゃないかなってとこです。その変化を今日は見ていきましょうってことになります。じゃあ、デイリーの方から見ていきますよ。はい、これがデイリーですけども、下落ですよね。これ、右肩下がりでしょで、しかも、移動平均線の赤にぶつかって、包み足を出してます。ですんで、今形成中なのは、陽線に見えますけども、多分、 一日を通じて、もしくは今日と明日が共通のマーケットですから、少なくとも二日間を通じて、下の方向に行くことが、これはテクニカル的にはね、大きく考えられます。で、ファンダメンタルはっていうと、9月にはアメリカが利下げをするってことだったんで、まだその利下げの発表はありませんけども、それを計算に入れてもね、大いに下の方に向かっていくってことが考えられますので、144円の方向にね、 進むんじゃなないかなってとここでですすれが大枠ですじゃあ4時間は一体どうなってるのってことですけども4時間はまだ移動平均線を下に貫いてないんでねあの先ほど図ではねあの上に向かってるよってことを申し上げましたけども今それが変化しつつあって移動平均線を3本とも渡りきってね下落の方向に変わるその変化の曲がり花だってことが言えますね だから4時間が下に完全に出ていった時にセルを入れるっていうのはとってもいいタイミングになると思います。そのように補助的に4時間を見ることができますね。はい、最後にもう一回1時間を見ますけども完全に1時間は下落になってるでしょ。で、4時間ももうちょっとしたら反対側に向くと思うんですよ。そうなるとファンダメンタルも相まって ドカーンと下落に向かう。そうなった時に、このヒゲ先をブレイクするのも起きうるんではなかろうかってとこです。そうなると、144円台に入るっていうシナリオが弾けるでしょはい。このように今日は見ていきます。あとは、時々刻々と変わる時間軸を見ながらね、1時間を見ながら、あ、本当にそうなったなっていうふうになったら、エントリーを決めればいいんじゃないかなと思います。で、エントリーをね、今のこの、 実態が重なっているところを抜けた瞬間に入るっていうのは上級者のやり方です。いつものね、上級者、中級者、あのー、初級者っていう言い方しますけども。で、最も自信のない人とか資金のない人は、ここを抜けたのを確認して入ってくださいと。中級者の方は、あ、動き出したなと思ったらここで入る。でもそういう住み分けになりますね。で、自分がそれぞれどこにいるのかってことと、自分は、 どの存在なのかってことね、常に確認しながら行きましょう。で、当然私は、もう間もなく、セルで入る立場ですよ。ここまで材料が揃っていたら、あとは、4時間軸が完全にね、売りに変化することを、信じて。信じてって言うとね、もう本当に、テクニカル的ではないんですけども。まあ、そういう風に変わるだろうという見通しのもと、セルを入れていって、最大の利益を取っていこうかなと。当然、抜けた時には0.5にしますよ。 そうやってリスクヘッジもしていくわけですよはいじゃあ今日も頑張っていきましょうかあじゃあ今日はねちょっとおまけで為替介入の法則について雑談をとってますんでそちらの方をご覧ください FX オリガルの方は雑談のコーナーを見ていただいてもよろしいかと思いますお疲れ様です今回の話題は FX の中でもね為替介入ってのがあります そんなに頻繁に起こるわけではありませんけども今までの為替介入の実績から一つの特徴を見ることができるんですよねで今年に関して言えば数ヶ月前まで急激な円安が起こってましたよねトランプ元大統領の発言とか日銀の為替介入を受けて今落ち着きを見せているところですでこの為替介入なんですが基本的には相場が急に動いて 投機的になったと判断した場合のみ行うことを許されてるんですよね。まあそういった意味で前回162円で為替介入に入ったのはなかなかいいタイミングだったと思いますけども実際は152円ぐらいでね、為替介入を行ってますんでそこから162円までの間って何をやっていたのかなっていうところはあります。まあとにもかくにも振り返ってみると為替介入を行うまでにはいくつかの特徴が出ていたんですよね。 その特徴をちょっと見ていこうかと思います。まずレベル1なんですけども、これよく私たちも聞きますよね。市場の動向を注視しているっていうふうに、神田財務官とか、財務大臣とか言われてますよね。それから、投機的な動きが見られるってことになると、まあレベル2になってくるのかなというところです。で、レベル3になってくると、相場は経済のファンダメンタルズを反映していないと。<laughs> ファンダメンタル通りに言ってないよってことなんですよね。で、円の動きは一方的だっていうふうに言われることもありました。で、レベル4ですけども、投機的な動きがあれば対応するとかね、必要であれば適切な措置を取るっていう言い方をしますよね。うん。で、だんだん押し迫ってきたかなと。で、クライマックスは、あらゆる措置を排除しない。または、断固たる措置を取る。 こういった時ってのが、為替介入が入る直前なのかなっていうふうに思えるかなと振り返っております。また、財務官独特の言い方でね、これ、神田財務官が言われてたんですけども、スタンバイっていう言い回しも出てきたんですよ。で、今回もそうですけども、レベル5の発言の後に為替介入があったんですよね。で、為替介入をね、予想することは本当にできないんですけども、ただ、こうやって、 今までの10年間の為替介入の実績をね、振り返ってみると、少しだけ予感することができるんですよね。まあ、そうは言ってもわかりませんけどもね。はい。為替介入がいつ起こるのか、これがわかるとね、大きく利益が取れますんで、これからも、そんなに頻繁に起こる現象ではありませんけども、追っかけて皆さんに報告したいと思います。FX オリアルヒもね、 2032年まで一応やる予定ですんで、そこまでに為替介入の法則みたいなのをね、つかめるといいかなと思ってます。それでは今回は以上です。